スエジプト記25章幕屋建設の指示主はモーセに告げられた私のために剣能物を取り揃えるようイスラエルの人々に告げなさいあなた方は心から進んで捧げるすべての人から私への建造物を受け取りなさいあなた方が 彼らから受け取るべき剣能物は次の通りである。金、銀、青銅、青や紫、また真紅の糸、上質の甘い糸、ヤギの毛、赤く染めたお羊の皮、ジュゴンの皮、アカシアの木、ともし油、注ぎの油のための香料とかぐわしい香のための香料、エホドや胸当てにはめるカーネリアンや、 宝石類である彼らが私のために聖女を作るなら私は彼らの中に住むあなたに示す幕屋の方及び様々な祭具の方のようにあなた方は作らなければならないアカシア材で箱を作らなければならないその長さは2アンマ半幅は1アンマ半高さは1アンマ半である その内側も外側も純金で覆い、周囲に金の縁飾りをつけなさい。その箱のために金の輪を4つ鋳造し、箱の4本の足につけなさい。すなわち、一方の側に2つの輪を、またもう一方の側にも2つの輪をつけなさい。それから、アカシア材で棒を作って金で覆い、箱を担げるように、その棒を 箱の両側の輪に通しなさい。その棒は箱の輪に通したままにし、外してはならない。あなたはその箱に私が与える証の板を収めなさい。贖いの座を純金で作りなさい。その長さは二アンマ半、幅は一アンマ半である。そして、打ち出し細工で贖いの座の両端に二つの金のケルビムを作りなさい。 一つのケルビムを一方の端に、もう一つのケルビムを他方の端に取り付けなさい。すなわち、あがないの座の一部として、両端にケルビムを取り付けなさい。ケルビムは両翼を上に広げ、その両翼であがないの座を覆い、互いに向かい合って、ケルビムの顔はあがないの座に向いているようにしなさい。あなたは、 あがないの座を箱の上に置き、箱の中に私が与える証の板を収めなさい。私はそこであなたに望み、あがないの座、すなわち証の箱の上にある二つのケルビムの間からイスラエルの人々のために命じるすべてのことをあなたに語る。さらに、証ア材で台を作りなさい。 その長さは2アンマ、幅は1アンマ、高さは1アンマ半である。それを純金で覆い、周囲に金の縁飾りをつけなさい。台の周りに1トファの枠を作り、その周囲に金の縁飾りをつけなさい。台のために4つの金の輪をつくり、それを4本の足のある四隅につけなさい。その輪を枠の脇につけ、 台を担ぐ棒を通すところにする。アカシア材で棒を作って金で覆い、それで台を担ぎなさい。注ぎの備え物を注ぐための皿、ひしゃく、小瓶、水差しを作りなさい。それらは純金で作らなければならない。私の前に置く台の上に常に備えのパンがあるようにしなさい。 純金で食代を作りなさい。その食代の支柱と枝は打ち出し細工で作りなさい。節となる額と花弁はそれと一体でなければならない。六本の枝を両脇から、すなわち食代の三本の枝が一方の脇から、また食代のもう三本の枝が他方の脇から出るようにする。一本の枝には アーモンドの花の形をした額と花弁からなる三つの節があり他の枝にもアーモンドの花の形をした額と花弁からなる三つの節がある食材から出る六本の枝はいずれも同じようにするまた食材の支柱にはアーモンドの花の形をした額と花弁からなる四つの節をつけるすなわち 一体となっている一対の枝のところに一つの額を次の一体となっている一対の枝のところに一つの額をさらに一体となっている一対の枝のところに一つの額を食材の支柱から出ている六本の枝のところにつけるこれらの額と枝は食材の支柱と一体で 全体は一つの純金の打ち出し細工でなければならない。また、七つの灯しび皿を作り、その灯しび皿を上に乗せて、前を照らすようにする。そして、新切りばさみと火皿を純金で作りなさい。食材とこれらすべての細具類を一キカルの純金で作らなければならない。あなたがこの山で示された型通りに注意して作りなさい。